えー、皆さんこんにちは。レクセン人講師弁理士の水崎です。えー、と弁理士エルゼミの夏季生ですかね。夏ゼミのご案内ですね。はい。えー、と弁理士のエルゼミは通常であれば、えー、と秋から始まって次の年の論文本試験を目指して準備を一緒にしていきましょうっていう講座なんですよね。ただ、えー、ご存知の通りですね、あのー。緊急事態宣言を受けて本試験の日程が狂っちゃったわけですね。少し伸びてしまった。 えと論文試験は今年の、えー、11月ぐらいですか、11月中旬ぐらいかなっていう、それもまだ未定なんですよね、まあ、伸びてしまったということで、まあ、そうするとどうしてもこう勉強にブランクが開いてしまうわけですよね、なので、まあ、この夏ゼミを使って、ですね一緒にそのブランクを埋めていきましょうということになります。うん、で、えーとまあ、この状況ですし、仕事もしづらい、勉強もしづらい、んですね非常に精神的にはつらい状況だと思うんですね、皆さんも。うん 私も仕事しづらいですし、ねはい、でまあ逆にやっぱり私が受験する立場でもなかなか勉強しづらい気持ちが折れてしまうんじゃないかなという気もするぐらい大変な時期だと思いますだってこう一生懸命1年後の試験を目指して走ってきましたよであとちょっとでゴールドはもうちょっと頑張ればっていうところで。 ガーッといや実はゴールが1 0キロ伸びちゃいましたみたいなそういった状況ですもんね、なかなか辛いと思います。ただ、ですね、えー、とこれ私いつも講義で言ってることなんですけれどもそれでも令和2年の便利試験の合格者っていうのは必ず排出されるんですよね、必ず例年通りに、うん。じゃあそう合格する人と ちょっとその合格を伸ばしてしまった方っていうのの違いっていうのはどこで生じるのかといったらやっぱりこの時期何やってきたかなんですよねこの時期あ試験がちょっと先に伸びてしまったうん休憩しようかなというふうに思ったりとかそれから、まあ、ちょっと思い通りにいかなかったから、ねえー、やってらんないよというふうに思ってしまったりとかっていう方と。 この時間を何とか大切に使って今はまだちょっと実力が足んなかったあと何ヶ月かあれば何とか間に合いそうだ一生懸命力を貯めておこうと思った人とではやっぱり決定的に差が出るのは当たり前なんですよね。でしかも今日夏なのでねなかなかこう勉強するのも大変じゃないですか暑いですし今換気換気ってうるさいですしね。 なので、なかなかそう気持ちの整理も難しいとは思うんですけれども、やっぱりこの時期に何ができたかっていうところで、合否に必ず影響はあると思っています。なので、しっかりとこうペースを作ってです、ね、今のうちから、えー、試験に向けて準備を進めていった方がいいですよね。 え皆さんはその校者の方になっていただきたいですからね今の時期を大切に使うということですね。まあ、とはいえ一人で頑張っていくっていうのがなかなかしんどいのでえ我々講師とです、ね、タッグを組んで一生懸命勉強を続けていきましょう。はい、で、まあ、私はまあ講師で7年8年目ぐらいですかね経つんですかね入門講座をやって担当論文講述 うん、3つの試験科目すべての、えー、講座を担当してきましたで今はもっぱらこの、えー、論文のね、えー、解き方論文の指導に力を入れています、はい、で、まあ、うちのクラスですね、まあ、特色として私がいつもこうどういうことを皆さんにお伝えしていっているのか講義の中でですけれども、うんまあ、大きく分けるとこの時期2つ頑張っていきたいなと思ってますで1つは ペースですね勉強のペースを崩さずに、まあ、新しく作るもしくは確立させるとということですでそれからその、えー、とペースをつかんだ上できちんとした意味のある復習をできるようになってほしいというふうに思っています、うん。まずその勉強のペースなんですけれども、まあ、時間的なペースで言えば、ね、週1回の講義が全、えー、8回かな多分2ヶ月間あるので。 えー、7月と8月ですかね、うん、その間こう定期的にちゃんとコンスタントに勉強するんだよっていうペースメーカーにぜひ使ってくださいはい。であとはもうちょっとこう短いというか細かいペースという意味では一問の問題を一体どういうペースでどのように解いていくかっていうところもしっかりと学んでいってほしいんですね、うん、まあ、どういうことかっていうとこの問題に対して 何から順番に考えてどういうことを根拠に情報を引き出し回答に導くかっていうそのロジックっていうものをしっかりと確立していってほしいわけです。でよく聞くのがこうですよね。うんと今日問題解きました。うん、でまあちょっと間違えちゃったな。で1週間後復習をする復習の意味でもう一回解くんですね。でそうすると大体1回目に解いたことを答え見て大体覚えてるんでまあこんな感じだよね。パッパッパーとやって。 うん、ちょっとメモみたいに取ってみて、えー、あいやできた合ってたよってなるんですね、まあ、ちょっと勉強した気になっちゃってるような勉強の仕方ですけどもでさらにじゃあ1ヶ月後2ヶ月後解いてみるんですよまた間違えますようんでじゃあそたまたまちょっと間違えちゃっただけだ次は気をつけようさらに1ヶ月後2ヶ月後解いてみるとやっぱりまた間違っちゃうんですねじゃあいつかできるようになるだろうこれならないですよなぜならそのなんで間違ってしまったかを考えてないからなんですね まあ考えてないというか誰も教えててくれなないからなんです、うん、でじゃあどうやったら勉強していっていいかこれなんでこういうことが起きるかっていうとこう問題解くたんび今日1週間後1ヶ月2ヶ月後問題解くたんびにおそらく問題の考え方問題の解き方が変わっちゃってるんですよつまり確立できてない勉強の仕方なんですね問題の解き方が。 そうすると当然何回解いても解くたんびに解き方が変わっちゃうから不安定な答案になるわけですよね。本試験って4つ合格答案揃えるわけですすよ。よななかなか難しいでで、ね、このやり方だと。でじゃあどうやったらこう毎回コンスタントにいい答案が書けるようになるかこれは正しい解き方を学ぶしかないわけです。で じゃあどうやるかというと、うちのクラスではですね、まあ、これ実際に私が、えー、と去年、前回のですね、ゼミで使った答案構成なんですけどもこれ、まあ、今、ぱっと見ただけじゃなんだかわからないです、講義の中でしっかりお話していきますけれどもいいですすか、また変えまたえよ、うんあの。さっきの答案構成にはこの問題のどこからどういう情報を引っ張ってきてどういう順番で頭の中を整理して考えていったということが全部入っているんですね。 まあ今見てもわからないと思いますが私がそう整理してこういうふうに書いているわけですもちろんこれ20分でやりますからね特許であれば、うん、つまり問題あの答案構成をしっかりと確立させる問題の解き方っていうを学ぶことによって答案っていうのは非常に安定しますでこの答案構成の優れているところっていうのは問題のえ法域ですね「特」「実」意「遺書」に関わらず全部同じこのスタイルで解いていきますで問題の質問問いません えとまあ、事例問題ですけれどもね一行問題はまたちょっとアプローチが違うのでなので一転していあの確率的な問題のの解きき方ってていいうのを指導していきます、はいまあ、これが一つのペースっていうところですよね。でもう一個この復習についてなんですけれどもこれ復習ってまず自分が分かんないこと自分が知らなかったこと自分が気づけなかったことを次できるようにするっていうのが正しい復習なんですよね。 なのでそれを意識せずに、まあ、とにかく今までの問題を何十回も解き直そう何も意識せずにですよとかもうむしろ今までの問題を解いたから新しい問題しか解かないよとかっていうのは非常にこう遠回りな質のあまり良くない復習になっちゃうんですね。なので復習する前提ってまず自分ができなかったことをしっかりと把握する必要があります。でうちのゼミはですね、まあ、毎回こういう採点表というものを配っていてこれ えっと、その問題で問われた論点が過剰、まあ、書きみたいな感じで全部一段になって、えー、点数と配点ですねそれに対する得点っていうものが一段となっているものなんですね。でブランクがもしここにあれば自分が書けませんでした解けませんでしたっていうところ、まあ、これを一段見ることによって、まあ、パッと見て分かるようになるわけです。なのでこれで自分が何を間違ってしまったかもしくは不本意な点数がついてしまったそこをきちんと見極めて じゃあ次、どうやったらそれが気づけるようになるか書けるようになるかっていうのを意識した復習をしていってほしいんですね。はい、じゃあどうやったら次気づけるようになるかこのさっきの表が全部埋まるような答案が書けるようになるかそれが先に言った正しい解き方で問題を解くっていうことなんですよ。正しい解き方で解くから、えー、とちゃんとした答案になるわけですね。それが正しい復習になっていくわけです。 はいまあ、正しい解き方ちゃんとしたペースで解くできちんとした質の高い復習をするでこれができるようになると答案は非常に安定しますでもう1個いいことにあの自分で勉強できるようになるんですね。うん で今までの自分の復習の中だとこうなんとなく問題をこう間違っちゃったからもう一回解き直そうな、ま、んとなくでやってるところっていうのが非常に多いと思うんですけれどもそこでなんとなくではなくて学んんんだ解解ききき方ででもう1回きちんと解き直すんですよで。この勉強って実はほとんどがこの自習復習に費やすことになるわけですよね。だって勉強頑張って週3日学校に通ったとしても残りの週の4日って自習になるし。 1>, 1個の講義だってせいぜいぜ3時間ですから、それ以外は自習じゃないですか。なのでこの自分一人で勉強するっていう時間をどれだけ質の高い勉強にするかっていうのが非常に大事なんですよ。なので解き方も正しい解き方で解くそれを知った上で復習の時もその解き方できちんと解いてみるで間違ってしまったら解き方のどっかにおかしいところがあったんじゃないかと見直してみる。こういいったサイクルで質の高い勉強を 続けてててていいいいいっっししんんですね、まあ、そうたたところを意識して皆さんに伝えていきたいなと思ってますなのでこう私が今までこうずっと講義の中でよくお話してきて意識してることっていうのはその講義の中でなんだろう,うーん新しい判例だとか、えー、法律の解釈だ取り扱いだっていうのももちろんお話しするんですけれども、えー、自分一人になった時にどれだけ質の高い勉強ができるかでそういった訓練をしてもらえるように そういった勉強の仕方そのものをねお伝えしていっているつもりです。はい、じゃあえっと最後になりますね。あのなかなか厳しい状況の中で勉強するのも大変だとは思います。ね本当だったら1年間我慢すればっていうところが1年以上頑張らなければならないゴールが伸びちゃったわけですから大変だとは思うんですけれども、やっぱりこの合格するためには。うん どうしてもどうしてもこれ通らなければならない道ですしここで強い気持ちを持って合格に執着して勉強していった人が必ず来年え合格できていけると私は思っっていいいますでそうたたた人たちを私も応援したいと思っています。 はいなので特にね夏なのでなかなかこう暑いし勉強しづらいしっていうところでペースはつかみにくいところだとは思うんですけれども一緒にですね、まあ、この暑い夏、えー、コロナの中を、えー、乗り切って勉強していきましょう、まあ、皆さんも当然頑張らなければいけないんですけれども,そうでも私もそれなりに一生懸命皆さんのために頑張ってやっていきますから一緒に頑張って来年の合格ち勝ち取っていきましょう、はい、じゃあこれで終わります